この間散歩してたら知らないおじさんとすれ違いざま、お前は俺のストーカーなのか。至近距離で。ここらにいるやつはみんなそうだ。いい。怖いから逃げてきた。違うっつって。すげえ。酔ってた？いやいや、昼間。あ、いやいや、昼でも酔ってる人がいる。全然知らん。じゃあ本気だ。本気の人だ。本気の人だと思う。そうかそうか。いや、ほんと普通のおじさんだよ。見た目はね、パッと見は。へぇ、ちょっと細長いぐらいで。細長い。いや、すごいでっかかった、ね、細長かった。へぇ、初めて見た人。初めて見た人。初めて見た人。そういうところじゃないんだよ。初めて見た人。初めて見た人。でもなんか良かったね、危害が食らわなくてって言ったら変だけど、うん、ね、無事で良かったね。はい、ありがとう。みんなありがとう。頑張ってね。頑張ってね。ありがとう。頑張って。春だから。春だから、頑張って。うん、お手紙を読みます。はい、頑張って。頑張って。ありがとう。VG クラクションの皆さん、こんにちは。こんにちは。こんにちは。Q のつく日を楽しみにしています。そうだね。浸透してきたよね。そうだね。この間忘れたけど。最近ライブとかで言われるよね。言われるね。うん、9日いつも楽しみ。今日 Q がつくけど、大丈夫ですかって言われて。大丈夫ですよって言ったら忘れちゃった。神戸の日だ。そうです。ああ。そうです。大戦した。はい。私は昔からよく年上の人に本気を出せと怒られます。あ、マジ。部活の先輩にもそうでしたし、会社の上司にも言われます。うん、自分としては本気のつもりなので悔しいし悲しいのですが、言い返すこともできません。ブージーの皆さんはそういった経験はありますか？皆さんの思う本気って何ですか？ペンネームパンおじさん。じゃあ無邪気。そういうことか。そっちかいって。これでもなかなかあの、うん、なんて言うんでしょうね。なんか深い、うん。深いね。これでもすごい私気持ちわかるよ。なんか。その出してるつもりなのにっていうところはね。そう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 。でもね、出してるつもり、私も割と言われるタイプっていうか、全然話違うんだけどさ、うん、最初東京出てきたばっかりで、で、初めてのツアーぐらいの時かな、L にさ、ライブ行った時に、L の、社長というかオーナーとか、しげさんっていうやつ、ね、うん、すごい、熱い人っていうかね、うん、大好きじゃん、しげさん、うん、でもさ、その当時さ、まあ人の経験が少ないっていうのと、どんな人か分かんなかったっていうのがあるんだけど、もうしげさんが謎すぎてさそうどんな人かって距離が全然分からなくって、うん、でもさ、実際すごい話したらさ、すごい可愛がってくれるしさ、なんかいいアドバイスいっぱいくれたのに、ね、うん、最初なんかしげさんが話しかけてくれてた時に、うん、なんかちゃんと向き合って喋れなくって、うーん、でなんか全然ちょっと違うんだけど本気とは、うんうんうん、でもなんかそういうなんつうかな、わかるよ、だから気持ち、うん、自分もその時なんか一生懸命人に接しようっていうか、ちゃんとなんかね、こう向き合ってるつもりだったけど、どっかちょっとこう足りなかったのかなって後になって気づけるところはあるから、うん、だから今別にこのなんだ、うん、パンの人がさ、本気じゃないんじゃないって私は別に言いたいわけじゃないけど、うん、でもなんかもしかして時間が経ったら分かることはあるかもしれないし、なるほどね、うん、で今自分が本気だなって思ってやってんだったら、もうそれはいいじゃん、うん、ね。って私は思うけど、どうですか、ね、うん、なんかすげえ、それでなんだっけ、悔しいみたいな書いてあった、うん、それが俺なんかすげえ大事だなと思って、うん、なんかくっそーみたいな、うん、たとえ本気に見られてないだろうが、うん、自分が本気だろうが、うん、なんかそのくっそーこいつに負けたくねえみたいな、うん、それでなんか結果プラスになる気がするんだよね、その悔しさっていうのは、うん、だからすごくいい、うん、いいっていうか、
頑張ればいい。そうだよね、頑張ればいいんだよね、うん、結果だよね、だからね、うん、だからそこで泣くほど口答えするのもさ、多分可愛らしい人だと思うし、うん、何も言えずにうって思って次の仕事をコツコツ頑張るでもいいだろうしね、うん、なんか逆にその人がさ、うん、100% やってるのを、うん、なんか周りがもっといいところ引き出そうとしてポジティブにいっちゃうのかな、なんかポテンシャルがまだもしかしたらあるかもしれないから、ほれもう一丁来いみたいな感じで声かけてくれてるかもしれないというか、だからそれをマイナスにだけ取られなくても、なるほどね、いい意味で言ってくれてるのかもしれない、もっと引き出してくれようとしてるのか、確かになかなか本気出せとか、うん、愛情なかったら言えないよね、うん、言えない、言えないと思う、青春だな、青春じゃない、青春だ、子供の頃剣道やってて、俺今はもうラーメン食ったらすぐ汗だくになるんだけど、うん、汗をかかなかったのね、うんうん、そなんかみんなと同じことやっててもさっとスラッとしてた、うんうん、さらさらずっとやっぱりサボってんだろう、あ、それなんか、まあ、な体質だもんね、うん、でもねある程度年になるとすぐ汗かくようになる、そうだね寝てるだけでなんかまあ変わる、別にあはははいいことじゃない、汗かいちゃう、汗かいちゃう、あはははは、代謝がいいから、代謝がいいからね、うん、いいことだ、どうですかね、ちょっと答えになってないですけど、そうなってるかな、大丈夫、ただね、ちょっと深いよね、ね、そうだよね、うん、深い、うん、いろんな バージョンがあるからさ、パターンがあるから、ね、うん、うん、俺はでも言ってくれる人がいるっていうのはすごいいいことだなと思うけどね、うん、それが正しかろうが間違いだろうが、ね、言われなくなったら終わりだなって思っちゃう、うん、そうね、あれ本当だよね、何が言われない。何が今の何がシーンだったんじゃない、何がシーンだった何がポイントだった、何が何がで、ね、何が言われなくなったら終わりだよね、 あれ本当だよね何がいや、それだそれだ、俺があれじゃなくてそれって言えばよかったんだね、あ、そう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 、あれっていうか、なんかさも有名な言葉があってのあれかと思ったら、どれうまいうまい、やるじゃん、やるじゃないか、うん、いや、うん、本当だと思う、言われなくなったら終わりだって、ね、そうだ、言わなくなったこととかあるもんね、ああ何回かね、わかるわかる、でもなんで言わなくなったんだろうなと思ったら、本当にもうそういう人に対して興味がなくなったっていうか、うん、ちょっと悲しい話なんだけど、だから俺があんまり言うことでもないんだなって思った時はあったな、うん、昔ね、そうね、だからそこで多分その成長の場所が変わるんだよね、それはまたね、きっとね、だと思うし、だからそうやって言われるってことはまだそこで勉強できることがあるのかもしれないよね、そうだね、うん、ということで、山田ビシビシ行くぞ、このなんでピンポイントだおいお願いします、こちらこそ、こちらこそよろしくお願いしますお願いします、はい、はい、あ、おじさんありがとうございました、ありがとうございました、おじさんおじさんおじさんでもないお手紙をお待ちしております、出されなくなったら終わりです、終わりです、そうだ、何を言ってもらえなくなったら終わりです、お手紙待ってます、はい、はい、では、今月のブージークラクションは、4月は私の誕生日月だったということで、皆様5000円ありがとうございました。贈り物などもありがとうございました。今月のライブはもうおしまいだから、5月ですね、初の米子を含め、ピギーバンクスのツアーにお邪魔して、あとはまあ都内とか仙台とか、うん、割と5月はライブ盛りだくさんですので、健康に気をつけて楽しい旅をしようと思います、皆様もぜひ会場に遊びに来てください、うん、ではまたねー。